れ様です。
こんにちは、先生。こんにちは、先生。ここでは過去の思い出を振り…こんにちは、先生。
別に私が出なくても。ないものがあるの。少し
です。では、気をつけて、やっつけにしましょう。陣形を維持しながら前進する。ミュート起動。なんだか厄介なことになりそうな。私の直感って嫌な時に限って当たるから。売り子さんをするの初めてなんです。はい、こちらですね。何かみずみずしい。
何かしていただくのは慣れていなくて、でも嬉しいです。訓練を磨いたが、その身は甘いものだ。ご主人様のご期待にお応えできるように洗練されてきました。このうさ耳に恥じぬよう最善を尽くします。はい、それは違う。成長してる。私を必要としてくださるあなた様にどうすれば恩返しができるでしょうか。より強くなった。
ありがとうございます、先生。おかげさまで成長することができました。いつか一人前になって、強さがなければ何も守れない。支援感謝します。必ずやご期待に応えてみせます。戦術遂行能力も上がった。うん、いい感じ。悪くないね、先生のおかげかな。トレーニングは辛いですが、この瞬間のためなら耐えられます。私のことちょっとは見直したんじゃない？特別な日に食べる料理ってどうしてあんなに美味しいのかしら。先生はどう思う？私の火力半端じゃないよ。成長したみたい。これもこの感覚。なるほど、理解しました。今最高のインスピレーションが浮かんだ。一歩前進しました。Thank you.
健康と美容のために。ありがとうございます。本当に心から感謝しているんです。この格好でここにいるのはちょっと恥ずかしいですね。ここでお茶会を開くのはどうでしょう。
目。いらっしゃい、先生。学園交流会だ。それぞれのが学園との子雨降るのかな。なんだか厄介なことになりそうな。私の直感って嫌な時に限って当たるから。美食への思いはこの程度でくじけたりなどいたしません。これ、全今日の仕事はこれでおしまい？それなら美味しいもの食べに行きましょう。なに、先生もやればできるじゃない。何か水、こんなに食べられません。Thank you.
前方に多数の敵を確認、対処します。
こそ料理の腕前を披露する時ですね。私、頑張りますから。見守ってくださると嬉しいです。先生、いらっしゃいませ。商店街の何かみずみずしい。違いますね。肉肉しい。これでもなくて。はい、騒々しいことが起こってるみたいです。こんにちは、先生。ここでは過去の思い出を振り返ることができます。
Thank you.
何かやってほしいことある？何を考えてるのか気になる。これから何をするつもりだろう。先生を手伝うためにここにいるから。私に任せてください。